ええー、東郷さんというのは、実はこの後も帝国海軍に隠然たる影響力を及ぼし。実は連合艦隊を日露戦争で勝利に導いただけのお方ではないような気もいたします。そうですね。あの東郷平八郎は大事なのは日露戦争後の方が大事です。日露戦争後の方が大事、うん、大ですね。はい、まず彼海軍軍令部長を務めていて、まあ、その後の、まあ、なんていうんですかね、軍閣なんかにも結構。 従事をしているんです、ね、1905年から1909年まで海軍軍令部長。はい、で、それを務めたあとは、東宮語学文所の総裁。といことは、昭和天皇の教育ってことでしょうかそうですね、だから昭和天皇の教育っていうことでいうと、結局、野木まれすと東郷平八郎っていうのが、やっぱり声大きく影響をしていてで、これはですね、その結局、 大元帥昭和天皇は海軍、陸軍両方にやっぱり通じておく必要があるっていう、まあ、考えに基づくものですね。うん、で、東郷さん、元帥にもなりますよね。なりますね、はい。1913年ですね、大正2年に元帥、ですからまあ生涯現役という。そうすると、この生涯現役の,あのお方が。 えっと、海軍にいろいろ口を出してくると、いつもズバズバ当たってれば問題ないのですが、うん、もし頑固者の親父みたいになってくると、非常に立ちが悪い <laughs> になってくると思うんですが。おっしゃる通りで。えー、とじゃあ、そこら辺の話を少ししましょう。えっ、ー、と、減衰負ですね。この減衰負っていうのはあのー、いろいろと形式的ではあれ、このなんていうんですかね、その。 打診が来るんですよその例えば、今回これこれこういう課題が今、海軍でありまして、あのぜひ元帥閣下の、まあ、なんかご意見を頂戴したいって言ったときに、井上義香っていう海軍の軍人がいて、元帥がいるんですよ。はい、で、この人と、東郷平八郎が、その長すく元帥だったっていう時期が、実はあるんですよ、はい、海軍の中でですよ。うん、で 井上義香は、もう基本、いや、わしはもう、あの、引退同然の水だからよくわからん、みたいなで。海軍の面々でよく、こう、話し合って、まあ、決めてくれたまえ、みたいな感じの、もうほとんど、だから、なんていうんですか、言わないんですよ。なんだけど、王吾って多分ね、これ、真面目なんですね。彼ね、あの、じゃあ、そういう話があるんだったら、じゃあ、こっちの方で調査して、あの、ちょっと、コメントするよ、みたいな感じで。で、その時に、 小笠原永成はご存知ですよねもちあの東郷のし、うん、施設副官とかって呼ばれた人物が、うん。えっとなんかあのなんか家来みたいな人ですよね。提灯、まあまあ、持ちみたいな人ですよ、うんまあ、簡単に言えば。はい、<laughs> であの、別になんか公のところでなんか上官副官だったってことはないんですけど、うん、そのこの小笠原に東郷平八郎が。 そのまあ、関係持つようになったのは結局、そのさっきの東宮学これ、東宮語学問所って、野木劣介と小笠原長成の二人が、やっぱり学習院での教育には限界があるぞっていうことで、まあ、そのなんていうんですかね、今でいうと中学の後半から、まあ、高校、まあ、大学の頭ぐらいまでの7年間を、まあ、やっぱり将来、天皇になる皇太子殿下には特別な環境でやっぱり学んでいただこうということで、作ったときに、 まあ乃木は亡くなるじゃないですか、あのうん、彼は巡視しますから亡くなるんですけど、でその小笠原が、やっぱり総裁を務められるのは東郷平八郎さんだっていうことで、まあ、東郷平八郎が結局、まあ、その総裁になるで、その文脈で親しくなるんですけど、でこの小笠原長成が結局、東郷から言われるんですよ、これについて調べてくれとか、うん、その意見を聞いてくれてかって言われて、うんで、意見を聞く相手が、まあ、簡単に言うとジジイばっかりなんですよ。うん その引退した予備役、交備役のその海軍の、うん、まあなんとか、連中に、だから小笠原が意見を聞いて、でそれを東郷に、誰々さんはこう言ってます、誰々さんはこう言ってます、誰々さんはこう言ってますって言うんだけど、結局それがはっきり言うと時代遅れなんですよ、うん、簡単に言うと。聞いてる相手が時代遅れで、うん、で東郷平八郎はその意見を聞いて、最終的に海軍に返答するんで、彼の意見も時代遅れになるんですよ。 だからなんか東郷さんが晩年、晩節汚したみたいに言われるのは、なんかそういう文脈ってことでしょうか、うん、晩節は盛大に汚してますよね、だからそのロンドン海軍軍縮条約も、まあその、これはどこかで一回、ユメラジオさんのチャンネルで対談させていただいたときに言ったと思うんですけど、はい、ロンドン海軍軍縮条約の後って、あの軍事費って増えてるんですよ。うん、軍縮やってんのに軍事費が増えてるのは、 その加藤裕治とか、まあ、末次信政あたりがこ東郷平八郎を盾に出して結局おおてめえ軍縮するんだったらお航空機の補填費用とか出してくれるようなってでだから東郷ってそういうの利用されちゃうんですよね、うんうん、だからその意味でなんていうんですかねその自分がどういう自分がこういう発言をするとどういう影響力があるかとかっていうことを ちょっと申し訳ないけど、東郷っていうのはあんまり考えてないし、でそのこの東水圏甲板問題の時ですよね、結局、東郷平八郎は反対に回るんですけど、で小笠原長成っていうのが当然東郷の提灯持ちだからいろいろ動くんですけど、この小笠原って北一揆と仲いいんですよ。うんで、結局、北一揆は、 簡単に言うと小笠原から、まあ、宮中とか軍の情報を聞き出すし、うん、で小笠原は来たから、例えばその右翼ですよね、右翼が今、どういうことを考えてるのかみたいな情報を、まあ、聞き出すってことで、まあ、てうんですか、お互いに持ちつ持たれつの関係が、これ、結局226の直前まで続くんですけど、で結局、その右翼たちがだから統水権看板問題とかに関わってくるときに、全部東郷平八郎をやっぱ全面出すんですよ。 だから加藤博治とか、ま、正木仁三郎あたりがこの辺でくっついちゃうわけですそね。そうそう、ううそういうことなんですよ。うん、で、結局、そのくっつきって、最後、226も2までつながっていくじゃないですか。はい、もちろん、東郷平八チラその226の随分前に亡くなってるから、彼が226にかかったとか、そんなこと言うつらは全くないですよ。けど結局その東郷が 統水権甲板問題とかの時に、その見越しとして担ぎ上げた連中たちっていうのが、うんうん、その30年代の,そのテロとかクーデターみたいなものを、まあ、主導する、そういう,こう、なんていうんですかねこう、状態につながっていくっていうことを考えるとか、うんうん、あとは、目、ま、下、あ、僕も勉強中なんですけど、30年代の海軍っていうと、やっぱ伏見宮弘康王なんですよ。はい やっぱりこの軍令部総長がやっぱり無視できないんですけど、うん、彼を軍令部総長にって言ったのは東郷なんですよ、うん、だからあの東郷さんっていうのはもう現役 まあ、元帥として生涯現役とは言いながら、その直接指揮しているわけではないと思うんですが、やっぱり連合艦隊司令長官とか、こういった感じの人たちには仰ぎ見る存在で、ですからあのさっき名前が出た加藤裕治なんかは、ことあるごとに東郷さんになんか助言を求めてあの、ワシントン軍縮条約でこんなふうに主力艦があの制限されてしまいました、東郷原則、波頭丼。 訓練に制限はなかったとかって感じで、うん、訓,練訓練はあのいくらでもやれるじゃないか、加藤がそれ聞いて、涙こぼして、わかりましたって、三保関事件を起こしたとかっていう、なんかすごいあの話になったと思いますいや、でね、それも実はね、これも切り取りで、これ多分小笠原が切り取ったと思うんですけど、その月月火水木金金の猛訓練みたいなことを、あはいまあ、これ実際に彼言ってるんですけど、うん、その後に、なんて言ってるかっていうと、実は東郷って、 その他航空隊潜水艦に力を致すことが大事だって言ってるんですよ。あちゃんと見てるじゃないですか。そう。で、じゃあその後ろの部分って大事じゃないですか。うん、その飛行機とか潜水艦とかを充実させればいいじゃないかって言ってる。で、それと猛訓練をすればいいじゃないかって言ってるんだけど、うん、結局、だからこの時代の海軍の人って、その山本五十六とか一部の人を除いたら、航空機何言ってんだよみたいな感じじゃないですか。うん、だからそのの統合の そこの部分で切り取られちゃってるんですよんだからもう訓練やればいいって、東、ま、郷、あ、閣下が言ったっていうことだけが切り取られる。で、実は東郷平八郎って結構新しいもの好きなんですよ、実は。で、そういう、なんていうんですかね、潜水艦とか航空機とかに彼は興味津々なんだけど、だから簡単に言うとその周りが、うん、まあなんていうんですかね。時代遅れのおじいさんばっかりで。そそそそそそう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 ,そう であの東郷さんを今振り返るとき、この日露戦争で頑張った英雄という側面と、けれど20年代、そして30年代における海軍の暴走、これを、えっと、招いてしまったっていうあの、そういう側面と、なんか、二通りあるよううな気がししてきましたそうですねあの研究の世界では、やっぱその東郷平八郎で功罪が分かれる人ああいや。もちろんそれは あの日本海海戦での勝利は、その東郷平八郎の、まあ、当然、統率力っていうのは無視できないし、うんまあ、東郷じゃなかったら勝てなかったんじゃないかっていうふうに、まあ、考える、まあまあ、それは歴史の維持ってことになりますけど、うんまあ、東郷だったからやっぱりうまく勝てたっていう部分もあるわけですけれど、一方で、結局、まあ、70代後半から80代、まあ、なんて言い方よくないですけど、だん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 ,だん人間ってやっぱりその老化っていうのはもうこれ、逆らえない現実だと思うんですけど、うんうんうん 自分としては元気なつもり。で、例えば東郷平八郎って真面目なんですよね、結局。真面目だから、例えばその元水府に打診が来ると、じゃあ、よく調べて意見を言いますっていうふうに言ってるんだけど、それが現実問題としては、やっぱりその海軍の後輩たちからすると、まあ、口には出さないだけど、迷惑なじじがいるよなっていう、山本権兵衛とか岡田圭佑とか、もうここら辺みんなめんどくせえなと思ってたと思うんですよ。そのいわゆる一般に言われる海軍条約派と呼ばれる連中がすれば。うん なんか面倒くせえ、加藤とか末ぐの肩持ち上がってぐらいに、多分思ってたと思うんですよね。うん、で,で、その伏見宮広康を軍令部総長にしたのも、海軍の若手たちがそのいや上の命令に聞かないで、こうなんていうんですか、その海軍の中の序列が乱れてるから、皇族の総長を持ってくることによってこう、海軍の中をピシッとしようとしたっていうことなんですけど。 まあ結局、それもまあ、これ、この後の歴史見たら、まあ明らかに裏目に,に,に出ました、ね、ですよね、だから、あ,あのね、ダメなんですよ、やっぱりこういうね、元帥なんかにして神様作っちゃダメなんですよ日露戦争で、スパッと引退してもらうべきだったってことですねそうそうです、でうん、その方がやっぱ統東郷さんのためにもなるんですよ。 うんそなんか、最初はみんなで、この海軍のなんていうですか、権威発揚っていうことで、多分こう持ち上げて減衰にしてってことだと思うんですけど、まあ、結局、だからめんどくせえ、じじいが残ったなみたいな感じになっちゃったわけじゃないですか、極論言ったらね。だからそれは考えると、やっぱり減衰っていうシステムもそうだし、少なくとも減衰っていうその名誉職はあってもいいんだろうけど、それに例えばその形式的であれ、諮問をするみたいな、だからそういうことをすると、 それはどううなんだよよっていうことですよね今も原宿の北の明治通りのとこにはあの東郷神社というのがあってもう東郷さんは神様になっていて、はい、そこには水耕者という海っ、うんねえー、と退いた方々の集まりみたいなものがあるだから今もあの海上自衛隊なんかの方々には東郷さんというのは英雄なんですけど、はい、やっぱりその神様作っちゃいけないなっていうのは一つ今日のお話を聞いて思いました。 はい、先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。